押酬されるドブロク高田ドブロク事件とは、1949年4月7日から4月11日にかけて新潟県内で発生した事件である。1948年秋頃から、新潟県中区引郡中川村と中区引郡新井町の朝鮮人集落で大規模な密造酒の醸造が行われていることを地元警察が察知したことによる。取締りを徹底的に行うため、 1949年春まで関係機関で綿密な計画を用意し、準備を行ったため、実際の取り締まりが行われたのは1949年4月7日であった。1949年4月7日午前6時頃、取り締まり部隊は朝鮮人集落に到着し、一斉取り締まりを開始した。早朝であったためこの時の取り締まりは整然と行われ、 取締り部隊は午前8時30分頃には引き上げた。その後、午前10時40分頃から朝鮮人たちが高田市警察署に集結し始め、正午頃になると200人に膨れ上がり、検挙者の釈放を要求した。しかし警察側が断固拒否したため、警察署に向かって投石を行い窓ガラス十数枚を破損させた。4月8日にも朝鮮人、 約200人が警察署前に集結し、検挙者の釈放を要求した。4月9日、正午、一人の朝鮮人女性が、高田税務署に現れた。一人で会ったことから税務署を警備していた、警察官も一般利用者と思って油断していたところ、あっという間に14人から15人の朝鮮人女性が集まり、署長との面会を要求してきた。 警備の警察官が退去を勧告したところ、人殺しと叫び座り込みを始めた。午後1時になると、多くの朝鮮人男性が押しかけ、税務署内に突入しようとしたため、小競り合いになり、双方に負傷者を出した。4月10日、検挙者の自供により、高田市においても密造酒の醸造が行われていることが判明したため、在日朝鮮人連盟新越支部などを固く捜査した。 4月11日、約500人もの朝鮮人が高田市に集結しデモ行進を行った。彼らは市民に対して、警察が朝鮮人に対して不当な弾圧を加えている、放火して高田市を灰にするなどと叫び牽制していた。ここにいたり、警察もデモの首謀者12人を検挙したため、事件は収束に向かった。ありがとうございます。